トミーカイラです。トミーカイラもこれもね非常に価値がある、まあ、あの独特なねこのバンパーですよ、トミーカイラので、多分ちょっと見てなかったけどサイドにあのトミーカイラのデカールが貼ってある、あるね、ありますね。これがトミーカイラの特徴になってます。でシートとかね、あとあのエンブレムもね、中についてるんですけど、トミーカイラで、仮装された1台です。こちらもまあ、やっぱり、ほぼもう手に入んないんじゃないかな。非常に価値の高い1台です。そしてそれがねベイサイドブルーということもありまして、やっぱりベイサイドブルーだったら、あの GTR の中で人気ナンバーワンと言っても過言ではないこちらの色、ね、こちらの、トミカイラ2万7000キロになっております。はい、まあぼっちぼっち走って、まあ、3万キロいないぐらいです。まあでもね言うて低走行ですよ。だからもう綺麗な状態じゃないですか、ね、こんな状態のいいトミカイラ、お値段知りたいでしょ。はい、お値段どうぞ。3億でございます。まあ先ほどのね 400R に比べるとちょっとこう下がったかなというところに、非常にお手頃、お手頃、お手軽なね1台になりました。あっちはねやっぱり手が届かないけど、こっちは頑張ったら手が届くかもしれない。はい、まあちょっとね、あの都内に家を買うか、都内まあまあ結構いい家を買うか、トミーカイラかどちらか、はい、ぜひ一度ご検討ください。はい、次行ってみましょう。